ですね、普通の味噌汁とご飯と、味噌汁とご飯ですね、うん、あんという間に食べられそうですね。あんまりね、多分食欲そんなんいっぱいあるタイプじゃないんでね、ぶあんまり、まあそうね、あんまりね、外食行ってもそんな食べれる、うん、タイプじゃないんですよ、がっつりとかね、うん、まあ、しょうがないね、そういう設定なんでしょうね。あのいっぱい食べれる人はさ、アウトドア系だったりするけど、私ちょっとしか食べれないのよ、うん、無理なんですね。多分、うん、まあ面白くないタイプでしょうね。食べる量本当少ないっていう人はさ、元気はあんまり、ね、食べれないのよね、うん。ちょっと昔はね、うん、そう外食行ったら食べれたんだけど、年食ったら食べれんよね、うん、まあ最近そうね、年食ったから肉もあんまり食べれたとはそんなに思わないしね、まあ食べた方がいいって言われるんだけどね、うん、まあ、処理能力が落ちてくるんですよ、年取ればね、うん、まあ肉はまあ食べんでもいいかなと思うけどね、まあほどほどね、まあ、畑の肉って言えばあのこんにゃくとかあれちょっと大豆系だもんね、うん、なんか他のものに、ね、補えれば一番いいよね。あの動物のね命にもいただくっていうのもちょっとどうかなと今思ってる頭の中で、だけど YouTube 的にはもうよくない話だけど、うん、そろう方がいいかなと思うけどね。なんかいろいろ知れば動物もかわいそうだなと思うようになるんだよね、うん、今考えればね、うん、なんか先祖みたいなのがあればな、ドラゴンボールじゃないけどああいうのがあればもうそれでいい、うん、もうその一粒食べたら体も回復して元気になるというね、先祖あれがあればいいなと思う、うん、なんか命をいただくと、そうそう考えたらおかしいよね。うん、うん、いずれそういうのが開発していく、まあ開発できんからね、私はできんけど頭悪いからな、うん、なんか万能先祖みたいな、もうそれ飲めばもう一発で体も元気ね、元気100倍じゃないけど、うん、そんなのあればな、なんかこう食べ物なんかね、餅とかそんなのはいいわけでしょ別に、うん、野菜はいいよね、人参とか動物のものはあんま食べてと、まあ食べなきゃいけないけど食べたらなんかちょっと言いにくいんだよねこれってね、うんうん、まあそんな感じですね、複雑なね心境ですよね、うん、では